マジ？お待たせいたしました。本日は日光コツコツをいただきましてありがとうございます。このバスは大阪南部行き徳原号でございます。これから先終点の大阪南部到着は14時45分の到着でとなっております。終点南部大宮と到着は14時45分の到着でとなっております。途中時刻のですが、途中のお楽しみにより前後いたします。あらかじめご了承ください。続きまして車内のご案内をいたします。徳割号車内は全席禁煙とさせていただいております。車内は禁煙とさせていただいております。車内でのタバコはご遠慮いただきますようお願いいたします。おかけのシート、リクライニングシートとなっております。ご利用の際は後ろのお客様にお声をかけてからご利用ください。なお、徳割号4列シート席の運行となっております。充電用コンセント、普段車内トイレ設備がありませんのでご承知ください。また、ただいま車内の方はエアコンと合わせまして、プラズマクラスターと自動換気装置を作動しております。また本日気温が高いため、通常であります送風口より冷たい風が出ております。肌寒く感じるお客様おられましたら、風向きの調節をお願いいたします。手荷物の下側、お客様頭上に、送風口がございます。楽しくなっております。前後左右風向きを変えて、ご利用ください。また荷物などと並行にいたしますと風が止まります。お好みの角度に合わせてご利用ください。また走行中窓を開けますとこれらの装置が正しく作動いたしませんので、走行中の窓の開放はお読みいただきますようお願いいたします。なお車内の空気につきましては概ね5分程度で車外の空気と自動で適時で会を行っております。またこれで高速道路を走行してまいります。まだ開けられますと連絡などおめでとうございます。大変危険でございますので、こちらまでの開放はおやめください。なおこの先中国自動車道高速パーキングエリアで小休憩を食べて停車いたします。なおこのバスには車内トイレ設備ありませんので、走行中、ご気分と悪くなられたお客様いらっしゃいましたら、お早めに乗務員までお申し出ください。最寄りの、パーキングエリアの方に、停車をいたします。ご気分と悪くなられたお客様おられましたら、お早めに、乗務員までお申し出ください。基本、トイレ休憩は、公式パーキング1箇所とさせていただいております。また業務でなくため休憩場所以外でも停車をする場合がございます。その場合はご案内をさせていただきまして、臨時のトイレ休憩を取りたいと思います。お客様にシートベルトの着用についてお願いをいたします。これより高速道路走行してまいります。走行中山手停車する場合がございます。シートベルトの着用をお願いいたします。なお、手続き着用の方は義務付けられておりますので、どうぞこちら。